どうもこんにちは、久保田です。今回はですね、質問箱にですね、楽器の購入の相談が寄せられたので、ちょっとですね、楽器屋さんの店員みたいにちょっとですね、楽器を案内したいかと思います。まあどんな質問が来たかと言いますと、こちらでございます。機材や楽器についての知識が全然ないのですが、今度スティングレイを購入しようか迷っています。しかしスターリンというモデルも見つけました。見た目の違いが全然わからなかったのですが、どういう点が違いますか。全然知識ないので見当違いの質問していたら申し訳ありません、という質問が来ました。ですね、実はこのスティングレイというモデル、ございますよね。まあ、レオフェンダーっていう、まあ、ジャズベップレベっていう、この2大スタンダードを生み出した人が、まあ、その後にスティングレイというベースを発明して、まあ、1976年とかですよね。76年に、発明したベースなんですけど、まあまあまあ、有名どころで言うと、レッドホットチリペッパーズのフリーとかが、使っていて、すごく有名なベースですよね。まあ、サウンド自体も結構特徴的、ハンバッカー一発リアについてるだけなんで、かなり特徴的な音で、まあ、スラップしようが、指弾きしようが、ファンクをやろうが、まあ、バラードやろうが、いろんなジャンルで使われている伝説的なベースでございますね。で、その、スティングレイなんですけれども、今、スティングレイを買おうとすると、ものすごいラインナップがいっぱいあるんですよ。で、まあ、スティングレイって言っても、ミュージックマンっていう、まあ、アメリカの会社ですよね。本家の、USA で作られているミュージックマンのスティングレイって言ってもいっぱいあります。で、まあまあ、ビギナーモデルというか、廉価版ってやつですよね。まあまあまあ、これからベース始める人にも買いやすい価格帯だったり、まあ、ちょっとスティングレイ持ってみたいけど、いきなり USA ね、20万、30万しますから、それは買えないなっていう人向けに少しね、安いグレードのものが、もあるんですよ。で、それもいっぱいあるんですよ。なので、今回ですね、ちょっとスティングレイどんなものがあるかっていうのをですね、ちょっと動画で、説明していきたいかなという感じの動画でございます。まあ、スティングレイ別に興味ない人には全然面白くない動画だと思うんですけれども、まあまあちょっとですね、この楽器屋さんの店員だった経験を生かしてですね、スティングレイがどんなものか紹介していきたいと思います。まあまずですね、ちょっと本家ホームページをですね見ますと、こちらがミュージックマンの本家のホームページですね。スティングレイ、どんなものがあるかっていうと、まあまあ語源とかね、いろいろボンゴとかちょっと置いといて、今回はスティングレイについてだけ説明していきますね。まず、スティングレイ、USA 製のスティングレイでは大きく分けてこの2つあります。スティングレイスペシャルコレクションとスティングレイコレクション。この2つがとりあえずあるんですね。で、このシリーズの、この2つの違い何かっていうと、まあフェンダーで言えば、例えばカスタムショップってありますよね。普通のレギュラーラインよりもう特別仕様ですごい一番高級なフルスペックな、ストラトとか、っていうのがありますよね。まあ、それと同じで、このスペシャルコレクションっていうのは、現行のスティングレイをさらにですね、突き詰めていって、ですね、まあ、音とかスペックとか見直して、すげえいいもんにしたよっていうのが、スティングレイのスペシャルエディションっていうやつなんですね。あ、これあんまり素早くこうスクロールさせると見にくいか。まあまあまあ、いっぱい音研究したり、作りをこだわったりして作ったよっていう感じのがスペシャルエディションっていうやつですね。このね、この、本家サイトのこの動画めっちゃかっこいいんで見てみた方がいいですよ、これ。っていう、まあ、これがスペシャルエディションっていうのは、まあ、一番多分、最上級グレードなスティングレイですね。はい。で、その次にあるのが普通のスティングレイ、スティングレイコレクションっていうシリーズなんですけども、まあまあ、5弦とか4弦とかいっぱいあるんですけど、で、このスティングレイシリーズ、まあ、一番、レギュラーなスティングレイですよね、USA 製の。で、この中でも、すごいいろいろあって、まず一つが、ちょっと5弦とか置いときますね。まず一つが一番シンプルなスティングレイ、現行スティングレイですね。はい、こちら、出てくるかな。はい、これが一番シンプルなスティングレイ。まあ2018年の、スタンダードなスティングレイ、特徴としてはですね、この3バンドイコライザーっていう、この後でちょっと説明しますけど、イコライザーがね3バンドなんですよ、今のスティングレイって。で、あとそのその、まあ、大きい違いとしてそんな感じかな。あ、救急車来てるな、これ。救急車来てるな。はい。これ、なんか、この動画僕編集するのめんどいんで、救急車通り過ぎるまで、なんか適当に喋ってますね。大きい違いとしては、この3バンドイコライザーな点ですよね。で、あとね、この、ネクトボディの接合の部分のジョイントのプレートがね、6点とか、違うな、5点とかになってるんですよね。ねえな、これ。あ、ちょっとなんか適当なこと言えねえな、あんまり。どこだ、これめくればいいのか。あ、6点だ、6点。はい。ここは6点とかになってるのが、ちょっと特徴的な部分です。で、これが今現在の一番レギュラー、スタンダードなスティングレイなんですね。で、これが、スティングレイシリーズ1個あるじゃないですか。で、その次に、あとそう、この、
こんなに似たようなものでもいっぱいあるんですけど、次にスティングレイオールドスムージーっていうやつがあるんですよ。これはスティングレイ誕生40周年を記念して、この76年当時のプロトタイプを模した、プロトタイプの仕様にした、特別スペシャルエディションってですね、はい、これの、まあ、大きい特徴としてはイコライザーが2バンドなんですよね。ほらここがこのジャックの部分がここ、ここがジャックになってるんですよね。さっきのはここも、ポットになってて3バンドイコライザーになってたんですよね。はい、でこれが、まあ、これはちょっとねスペシャルエディションなんで、まあ、特殊っちゃ特殊なんですけども、まあこういうのもあるぞという感じです。でボディ材がねこれ確かねアルダーなんですよね。それがねちょっとね特殊なところなんですよね。書いてねえかな、なんかこれアルダーなんですよねとかすごい適当なこと違ったらすごい、ああったあったあった、ボディウッドアルダーですね。このアルダーボディのスティングレイって結構特徴的です。あのさっきのというかレギュラーラインナップはアッシュボディなんですよね。はい、ちょっと戻るか。アッシュボディだよな、うん、調べてから喋ろうよっていう感じですよね。アルダじゃねえや、現行のスティングレイというか基本ねスティングレイはアッシュなんですよ。アッシュですねここ、はい、でそれに比べてこの、スティングレイのオールドスムージーっていうのは、アルダボディになってます。なので、まあ、サウンドの傾向もちょっと変わりますよね、はい、でもう一個もう一種類スティングレイクラシックっていうのがあります。これは、70年代後半のスティングレイの仕様を、基本にして設計されたモデルなんですね。スティングレイクラシックっていう、はい、まあ、これも基本は2バンド、2バンド EQ ですね、はい、イコライザーが2バンドで、こっちはさっきのやつに比べる、さっきのやつはアッシュだ、さっきのやつはアルダーだったんですけど今度はアッシュボディになってますね。なので2バンド EQ のアッシュボディっていうのがこれになります。スティングレイクラシックになります。はい、ややこしいっすよねマジで。はい、まあだから、レッチリのフリーとかがスティングレイ使ったやつは多分この仕様になるのかな。多分2バンド EQ ですよね。なんか調べてから喋ろうよって感じですけど多分そうです。はい、な感じで、こんな感じでスティングレイ、さっきのスペシャルエディションが1個あって、普通のレギュラーのスティングレイがあって、40周年記念のオールドスムージーってスティングレイがあって、70年代後半の仕様になったスティングレイクラシックっていうのが USA ではラインナップされてます。まあ、あとは5弦スティングレイ5とか、スティングレイ、あとごめんなさい、これを言わなきゃいけないな、スルーネックのスティングレイっていうのもあるんですよ。あの普通スティングレイってあのフェンダーのジャズベとかと一緒でボディとネックがボルトオン、まあ要はネジ止めですよね。あのフェンダーでいうデタッチャブル、フェンダー以外だとボルトオンっていうんですかねってなってるんですけども、このねそれこのスルーネックのタイプもあるんですよ。多分画像が、あこれですね、透視ネックデザインって書いてますね。そう日本語で言うと透視ネックっていうんですよね。はい、な感じの仕様のスティングレイもあります。でこれは、多分普通に3バンド EQ のアッシュ材ですね。だからレギュラーの、スティングレイをスルーネックにしたっていう感じです。スルーネックにすることによって、まあ、ボディと、ネックがボルトオンじゃないんで、まあ、サスティンが伸びたりとか、あとなんかこうアタックがって書いてあるんですけども、まあ、ボルトオンの方が、ね、アタック出るんじゃないかなって気はするんですけど、まあ、サウンドの傾向としてスルーネックとボルトオンだと変わるので、そういう好みに合わせたラインナップがあります。はい、まあ、こうやって見たら何にも変わらないですけどね、後ろ側が、スルーネックかどうかってレベル、はい、っていう感じのラインナップ、 USA ではこういうラインナップになってます。でこれは全部、20万オーバーですよね、新品で買おうとすると。はい、なのでまあまあビギナーさんとかこれからね、なんかね、まだ若い方とかそんな予算出せないよっていう方は、この本家 USA スティングレイってなかなか手が出ないんじゃないかなと思うんですよ。でそういう、方たちのためにですね、このアーニーボールさんがいいブランドを考えてくれたんですよね。スターリンっていうブランドですね。多分聞いたことがあるんじゃないかと思うんですけれども、はい、こちらですね、スターリンっていうブランドがあります。まあ、いわゆる廉価グレードってやつですね。でこのスターリンのスティングレイの中でもたくさんラインナップがあるので、ちょっとですね、これ説明していきますね。まずスターリンっていう、まあ、姉妹ブランドですね。スターリンっていうブランドのスティングレイ、まず、そこ一番ね代表的なのはこのスティングレイ、レイ34ってやつですね。レイ34っていうのかな、はい、これが、さっき言った一番スタンダードなスティングレイの、スターリンバージョンなんですね。はい、まあ、だからアッシュボディで3バンド EQ ですよね、はい、のスティングレイ
スティングレイ、レイ34っていう機種ですね。はい。これになると、だいぶ、お値段は安くなりますね。アッシュボディです。書いてねえな。ボディ、ボディ、ボディ。ボディ、ボディ。ネック、ネック。ああ、アッシュ。ちゃんとナチュラルスワンプアッシュ&ブラックって書いてありますね。はい。ああ、で、あとそうだ、これね、なんか物によってマホガニーボディもあるんですよね、レイさん。なんかよく見ると、そう、ナチュラル以外は、これね、マホガニーボディなんですよね。それ音変わっちゃうじゃんと、同じラインナップでええんかいなっていう感じですよね。はい。多分、そうか、黒がマホガニーってことですね、これ。これ、もしかしたら注意した方がいいかもしれないですね。で、あとは音の傾向は違いますよね。これね、そう。他のメーカーも結構あるんですよ。このカラーが違うとボディ材変わるっていうね、あるんですよ、本当に。今パッと思い浮かぶのだと、グラスルーツか。グラスルーツの、エントリー向けの、まあ、グラスルーツエントリー向けのメーカーじゃないですか。グラスルーツも、ジャズベとかだと、ナチュラルだけアルダーで、あと潰しって他のソリッドカラーですよね。色が塗ってあるやつは、バスウッドだったりします。そういうのね、結構あるんですよ。というわけで、これレイ30もそうだな、アッシュボディとマホガニーボディ、カラーによって違ったりします。これ注意点ですよね。はい。で、レイ34っていうのがあって、さらに別機種で、レイ24、あった。はい。レイ24っていうのが、レイ、24ですね。っていうのがあります。まあ、これはですね、今度、まただから、古いスタイルのスティングレイを模してるわけですね。まあ、2バンド EQ になってます。で、これになると、確かボディ材はバスウッドとかになった、マホガニーボディになってますね。はい。はい。マホガニーになってますね。なので、アッシュが使われてなくて、マホガニーボディの2バンド EQ が、レイ24ってですね。価格帯的にはレイ34より若干、安めになっているはずです。はい。っていうのがありの。で、あとですね、もう一個だけ紹介すると、こちらです。で、これがバスとか、一番、価格帯が、コストパフォーマンスが優れたっていう表現をした方がいいですかね。一番安いのっていうとあれですけど、レイ4っていうやつ、レイ4ってやつですね。これが、一番ね、スティングレイの中で、コスパが優れているやつです。2バンド EQ の、これこそね、バスウッドなんだよね、確か。あ、そうですね、バスウッドですね。はい。バスウッドなので、まあ、加工性のいい木材ってことですよね。結構ね、こう、アッシュボディとか硬いんですよ、要するに。で、そういうのを加工するのに、まあ、コストがかかっちゃうんですけど、バスウッドとかにすることによって、まあ、加工をね、安易に、まあ、木自体の価格も安いので、そういうことでコストを抑えたモデルです。なので、まあ、一番ね、値段がね、すごい安いです、レイ4は。で、この見た目で、価格っていうと、ね、やっぱね、これは結構魅力的かなっていう感じはします。はい。という感じで、スティングレイラインナップをですね、全部ざっと紹介してましたけど、こんだけあるんですよ。で、実は最初の質問者さんが言ったスターリンって、このスターリンってブランドがあるじゃないですか。それよりも、実はね、昔にこのスティングレイのシリーズの中にスターリンっていうシリーズがね、あったんですよ。多分公式にもあるはずで、多分ね、現行でも売ってるんですよ。スターリンあった。これだ。スターリンコレクション。はい。スターリンって言って、スティングレイより、なんかちょっと、なんていうんですか、ひしゃげた感じで、小ぶりなんですよ、少し。スティングレイに比べて。で、そういうスターリンっていう機種があるんですよ。はい。スターリンっていう機種、まあ昔からあったんですよ。昔からスターリンっていう機種がありながら、いわゆる廉価版のブランドの、ブランド名をスターリンっていうことにしちゃったことによって、すごいややこしくなったんですよ。このスティングレイってメーカー。はい。で、あと年代によって、ロゴ、スターリンは特に SUB って書いたやつとかがあったり、年代によって若干なんかロゴを変えたりして、どんどんややこしいことになったんですね。はい。っていう感じで、スティングレイってすごいいっぱいあるんですけども、今ざっと説明した感じだとね、でもなんとなく分かっていただけたんじゃないかなと思います。まあ、スターリンの、この姉妹ブランドスターリンの中で言えば、レイ4ってやつが一番安くて、レイ34ってやつが、本家 USA とスペックが同じような感じの、スティングレイです。はい。で、
レイ24ってやつが、まあ、昔の仕様ですよね。はい。っていう感じで分かれておりますので、まあ、好みと予算に合わせて、スティングレイ選んでみたらいいんじゃないかなと思います。もちろん、このレギュラーで、まあ、やっぱ3バンドある方が、音色はね、いろいろ設定できて面白いと思います。ただ、なんかこうね、当時の仕様っていうのは、それはそれでやっぱ面白いものがあったりするので、まあ、好みに合わせて選んでいただければなと思います。はい。こんな感じでですね、スティングレイちょっと、説明してみましたけれども、このスターリンっていう名称がややこしいんですよね。だから要はこのアーニこのミュージックアーニーボールの、社長だかなんだかっていう感じ の名前なんですよね、スターリンって。はい、っていう感じでございます。まあね、やっぱでもかっこいいですよね、スティングレイって。僕の中ではやっぱレッチリのフリーの、初期の頃のフリーとかのイメージがすごくあるんですけども、あとあの人がルイス・ジョンソンとかそういう人のイメージがあるんですけど、なんかファンク系の人が使ってるイメージもあるんですけども、あとは、日本人だとあの高水健二さんっていう大仏さんっていう方、あのもう超トップ、スタジオミュージシャンですね、日本の方が、まあ、よくベースマガジンとかでこうスティングレイフレットレスこうやって持ってる写真とかってすげえかっこいいなと思った記憶があるんですよね。なので僕もね、なんかスティングレイいつか持ってみたいなと思いつつも、意外とスティングレイを、持つ機会というか縁に恵まれずまだ持ってはいないんですけれども、まあね、すごくかっこよくて魅力的なベースなので、もし興味があればですね、スティングレイ選んで買ってみてはいかがかなという動画でございます。というわけで今回質問箱の質問に長々と答えてみたんですが、まあ参考になれば幸いでございます。また面白いなと思っていただけましたらチャンネル登録していただけますと、幸いです。あとね、この話誰かに、進めてみたいなと思ったら各 SNS でシェアとかしていただけますと幸いです。というわけで今回はこんな感じでございます。それでは。